名古屋駅の地下街エスカが今日で開業50周年を迎え記念セレモニーが開かれました今月10日までの間飲食店で懐かしの復刻メニューや特別メニューが販売されるほか50%オフなどのセールも行われていますまたコロナ禍の需要に合わせテイクアウト専門店も新たにオープンしエスカの広井社長は100年企業を目指して新たな50年に向けてスタートしていきたいと話しました